この森岡さんなんて言ってるか、はい、でちょっと紹介させていただきます、はい、まあ冒頭にもちょっと申し上げましたが、苦しかった時の話をしようかは、大学生の娘に対してまだなんか好きなことが見つかってないんだよね、はい、みたいな、はい、やりたいことも見つかってないんだよねみたいな状態の時に話をしたので、はい、そんな人への注意にもなるんですけど、はい、やりたいことがわからないのはなぜかと、はい、それはそのやりたいことがわからないのはなぜだろうと、どんなものがあるのか、それらのオプションを知らないからわからないのだろうかと、つまり社会にどのような職業選択の可能性があるのか、その一つ一つをよく知らないから自分にとってやりたいことがわからないということなのかと。確かに自分にとってどのようなオプションがあるのか、でそれは自分にとってどのようなものがあるのか、ある程度は知らない限り最終決断はできないと。しかし多くの人の悩みはそれではないと私は確信している。はい、そこではないということ、自分のことがわからないからわからないって言ってるのではないということですね、はい、仮に世界中に存在するすべての職業オプションを頭に入れ、興味を持った順番に何種類かピックアップし、理解するためのオリエンテーションを得る時間が許されたならば、君のやりたいことは見つかるのかと。私はそうは思わないと、はい、ますます迷って君の悩みはもっと深くなるだろうと。それは就職転職に限らず、商品の選択、結婚相手を選ぶ場合でも同じだが、オプションが多すぎるっていうのはむしろ人間にとっては厄介なストレスだ。確かにこの選択肢が増えると、はい、喫茶店行ってどこでも座っていいですよって言われると、はい、ちょっとなんか迷ったりしますもんね、はい、選択肢が増えると、はい、そういう心理学もありますよね。あ、はい、まあ、どこが得かとかね、はいはい、3つの場合と30個の場合と、ああそれはみたいな、3つだと選びやすい、はい、でもまあそれもエビデンスがないみたいな話なんでまあ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 、はい、でこれは脳の構造の問題だから仕方ないと、うん、判断に相乗的に負荷が増すので悩みにストレスが増すのだと。つまり君の悩みはその自分にどんなオプションがあるとか社会にどんなオプションがあるっていうことじゃなくて、問題の本質は君が世界のことをまだよく知らないのではなく、君が自分自身のことをよく知らないのだと。それに気づけば解決の扉が開くなろうと。問題の本質は外ではなく君の内側にあると、はい、やりたいことが見つからないのは自分の中に軸がないからだと、はい、これ打たれる人って僕だけですかね。これ里前さんでもそんな話ですよね。同じことが書いてあるんですよ、はい、全く同じことが書いてあるんですよ、はい、で自分の中に基準となる軸がなければやりたいことが生まれるはずも選べるはずもないよね、はい、みたいなことが書いてあります。で経験がないのに考えても仕方がないのは間違いだと。自分のことを知っている度合いをセルフアウェアネスと言いますと。日本の最大の課題の一つはこのセルフアウェアネスが強い子供をもっと増やしていくことだと思いますと。小学校へ入学してから大学を出るまで16年もあるのに、自分が何者でどんな特徴があってどんな時に幸せを感じるからどんな職についてどんな人生を送りたい、そんなことを考えることはないですよね。ないですよ。ないで、はい、本当ないんですよ、はい、はい。で高校時代に文系か理系を選ぶ際にも己の内面に問うことをスキップし、自分がどっちが好きかとか、はい、そんなことで決めてしまうと。で進むべき大学や学部も、まあ、大学のレベル偏差値とか、はい、でどの辺に行けるどの辺の学部が 就職に有利、はい、みたいなので、あとはまあ世間の評判とかそんなんで選んでますよねと。で結果このセルフアウェアネスが 未成熟なまま、己の軸がない状況のまま就活が始まると、はい、あそんな感じでしたね、はい、そういう育ち方をした多くの大人の中には、いやまだ社会も知らないし仕事もしたことないのに自分の軸や強みなんて考えてもわかるはずがない、そんなことは考えなくてもいいんだと、とりあえずハードに経験が積める会社に入って働けばおいおい見えてくるからみたいなことを言う人がいるが、その大人は愚かだと、しかも無責任だと、はい、セルフアウェアネスが低い若者の悩みが分かってもいないと。もっと言えばこの人は分かるっていうことの本質が分かってないのではないかと、はい、厳しいですね、うん、経験がないのに考えても仕方がないは間違いだ、むしろちゃんと考えないから
経験に踏み出せないのだと。じゃあ分かるっていうのを教えしましょうと。分かるというのは何が分からないのかを分かることであると。考えたら分かること、考えても分からないことの境界が自分なりに納得できるようになることだと。この境界が分かるようになるっていうのは、はいはい、この我々が今やってるアーキタイプにも出てきましたね、はい、幼子、はい、孤児のうちはまだ自分がどこまでできるかっていうのを、はい、大人というか周りに決めてもらわないと、はい、自分がここまでやるとかやらないとかっていうのを決められないと、はい、生殺与奪の権を人に預けてますねと、はい、で戦士とかになって自分がやりたいもの、これをやりたいとかっていうのが出てくると、はい、境界線が引けるようになると、はい、ってなると自分は何をやらなければならないのかっていう課題が見えてくる、はい、じゃあ旅に出ようみたいなのがアーキタイプの話でしたね、はいはい、でこの頭を使って考えれば自分にとってわからない領域がどのあたりにあるのかで、ある程度感触がつかめるようになって分かるためには何が分かるか、何が分かれば解決できるのかっていう、それも分かってくるっていうのは想像できますねと。でそうなってくると自分なりにその何かを得るために行動することが可能になるので、たとえ分からないことが解消できていなくても自分なりの最善の向き合っていることは少なくとも分かる、これは納得できるんだと。で分からないなりにやれることはやっているはずと思えること、それが心の安定につながるんだと。つまりこの何が好きか分かんないんだよねっていう君の不安は、分からないことをずっと放置してきた後ろめたさの闇から溢れ出てきているんだドーンって、はい、はい。まあ、そう思いますあれ、はい、打たれてるのは私だけですか。まあそうだなっていう実感はありますよ。そうなんですよね、はいはい、僕もそうだなって思います、はい、でこの森岡さんはね、まずまあこの本に言ってるのは、まあ日本に生まれて学校行って、はい、まあ大学まで行ったんであれば、はい、君は上位数パーセントの超恵まれた人だよ、はいはいはい、まずそこを認識することから始めようねっていうのは書いてあるんですけど、はい、里前さんのにもそんなのありましたね。確かありましたっけ、はい、この本に書いてあるのはまず今の自分を肯定することから見えてくるものがあるよねと。それをこれからじっくり考えてみよう。成功は必ず人の強みによって生み出されるのであって、決して読みからは生まれないっていうのを森岡さんは言うんですね、はい、でその宝物っていうのは全ての人が宝物を持ってますと。自分の宝物は他人との比較ではないからだ。自分を肯定した時にその今を作り上げてきた自分の中で相対的な特徴かっこ強みを宝物と定義しています。全ての特徴は宝物になり得るし、全く特徴がないというのもそれ自体が極めてレアな特徴だと。前もありましたよね、そんなような話してましたよね。ありましたっけ。普通ってもう本当の真ん中、ど真ん中の普通はもうそれは逆にレアだって、どこでもいけますね、はいはい、でつまり特徴のない人はいないと。例えばある人は人とすぐ仲良くができるっていう宝物を持っているし、また別の人はコツコツと粘り強く努力を積み重ねることができるっていう宝物を持っているとということが書いてあり、まあこの本にはそのちょっと途中飛ばしますが、例えばその苦手なことやっても長く続かないよ、はい、その不正解を掴んだ原因の大半は自己分析に起因しているよとか、残酷な現実としてそのもうある職業とか業界とかでもう給料は決まってるよっていう話ですね、はい、経営者になれば別だけど、はい、基本働く、まあ、就職した時点で、はい、業界会社の規模で君の年収は決まるよ。年収っていうかもう生涯獲得額も、はい、基本業界とかで決まるよ、はい、っていうことが書いてあり、結構残酷なことも書いてあります。繰り返し出てくるのは、強みは必ず好きなことの中にあるよと。自分の中の強みを見つけるのは多くの人にとってはそれは簡単ではないようだと。しかしある方法を知ればそれほど難しくないので安心してほしい、このやり方の核心となる論理をまずは説明したいと。強みとは
自分の特徴とそれを生かす文脈がセットで初めて発揮されるのだと。いきなり特徴をつかみ取るのが難しいなら、もっと想像しやすい文脈から取る方が飛躍的に良いだと。文脈からの方が簡単に特徴にたどり着ける。すなわち強みを見つける最大の近道は、社会との関わりで気持ちよかった文脈、かっこ自分が好きなことをしている文脈をどんどん列挙することだと。君が好きなことをしている文脈こそ、君の特徴が強みとしてすでに発揮されている可能性が極めて高いからだと。で、まあ先週もちょこっと話をしたんですけど、森岡さんが言ってるのは強みとして、先ほどのホランドは6つだったんですが、挙げているのは T と C と L です。はい、強みとしてあるのは T というのはシンキング、はい、考えるのが得意な人、 C の人というのは伝える力、人とつながる力、まあ、コミュニケーションですね、はい、それが得意な人、 L というのはリーダー、はい、まとめるのが得意とか説得するのが得意、はい、みたいな、この T と C と L で自分の強みを考えるといいよっていうのをおっしゃってます、はい、この T と C と L のお話と同時にですね、森岡さんがおっしゃっている理論が、君自身をブランドにしようっていうのを挙げてるんですね。で、このブランドというのはフェラーリやディズニーランドなど、その記号が人間に想起させる意味であり価値、私はそのブランドこそが人の中に作られる売れる仕組みの本質だと言っていますと。例えばトヨタが壊れにくい卓越した信頼性をブランドイメージとして人の頭の中に確立できていなければ、世界中の中で売れてないよねと。で、ブランドっていうのは自然にできるものだと思っている人も少なくないのだが、真実はそうではないと。一流のマーケターはブランドを意図的に設計したり改造したりするノウハウを持っています。購買者に選んでもらう確率を高めるための要素を選び出し、逆算してそのイメージを組み込んだブランドを購買者の頭の中にイメージとして構築させていくんだと。なので、この森岡さんが言うのは T と C と L、 好きなものが分かったね、はい、で一応職業とかも書いてあります、はい、T の人はこんな職業がいいよ、 C の人はこんな職業があるよ、 L の人はこんな職業があるよ、なんてことが書いてありながら、はい、自分自身をブランディングしてみようっていうのが森岡さんの考えだと。ブランディング、この職業を選ぶときにブランディングするために最も必要なのは、人間だろうが企業ブランドだろうが変わらないよと。自分というブランドの設計図を作ろうと。で、マーケティングに詳しくない君はブランドの設計図ってどういうことと思ってるかもしれないけど、ざっくりイメージしてもらうために少々乱暴な言い方をすると、自分自身のキャラ設定を明確に書き出し、できる限りその設定通りに日々行動すると思ってくれれば分かりやすいよねと。ただし闇雲に設計しても意味はないよと。ブランド設計は目的次第だが、この場合は購買者が自分という商品を買ってくれる確率を上げるように設計しないと意味がないだろう。面接官や評価されたい相手に選ばれるように自分を設計しないといけない。それが自分自身の選ばれる確率を上げるということだ。ということで、ブランドエクイティピラミッド。僕これ見た時に、はい、あ、なりきればいいみたいな、はい、スピ系の動画が僕のとこによく上がるんです、はい、ウィル・スミスとか、はい、ジム・キャリーとかは、はい、もうさも自分がそうなっているかのように、はい、毎日気をつけて振る舞ってるよ、はい、そうすることでその自分になれるよっていうことを言ってるんですけど、はい、この森岡さんもそんなようなことを言ってるんですね、はい、このマイブランド、自分自身をブランディングしてできる限りその設定通りに日々行動する、はい、というのを挙げていて、じゃあこのマイブランドの設計図って何っていうのがこちらですと。この設計のフレームワークとなるこの三角形、これをブランドエクイティピラミッドと言いますと。これがブランドの設計図だと。森岡さんがやってる本番ではもっと細かくなってるけど、はい、大体はこんな感じだよと。で、この図式の意味をまず理解しましょうと。まずこの三角形の一番上から、 Who、 誰に、でその次 What、 何を、 How、 どうやってという
3つの項目に大きく分かれており、このピラミッド全体が天井にあるブランドがプレイする戦場、マーケット、市場に突き刺さっている構図になっていますと。語句についてこれからちょっと説明しますと、まずブランドが参入する活動領域を定めなくてはならないと。これは企業ブランドで考えると市場であり業界である。例えばこの日本を代表する金融ブランドである三菱 UFJ 銀行が活動するドメインは世界の金融市場であり、派生する関連企業のドメインも含めると活動領域は極めて壮大だねと。でこの森岡さんの古巣 P&G のドメインは世界の家庭消費財市場であり、 USJ はアジアのエンターテインメント市場で、この戦場を規定する意味は規定しない場合を考えると分かりやすいと。いつでもどこでも戦いますっていう企業やブランドは経営資源の配分が広く薄くなり、どの戦場でも戦力が枯渇して勝つことができなくなる。あ、これはさっきの話、さっきのランチェスター戦略の話ですね。はい、はい、トヨタはそれをやってもいい。はい、はい、そういう戦略ですよね。そう、ホンダが新しいところに出せば、はい、全く同じ形を出す、そこに、はい、で潰しに行く、はいはい、っていうのがトヨタのやり方。はい、はい、まあ、間違ってないんですよね。それはそのまあ戦力がいっぱいあるからって話ですね、はい、資源がね、資源が、はい、であるいはあまりにも狭い範囲に集中しすぎて生き残るために必要な売り上げを稼げない、それは市場が狭すぎて餓死することになると。したがってドメインの設定、このターゲットの設定は目的と自身の経営資源に照らして広すぎず狭すぎずが基本になると。あの心屋仁之助さんっていう、はい、昔テレビによく出てた人、はいはい、いいんだよいいんだよの人ですね、はいはい、とか、まあ鴨頭さんが引き受けてるそう、はい、あそこに食い込みたいんですよね、はい、あとまあまあ市場は大きいですよね、はい、ライバルも強いですけど、はい、そこかなとは思ってます。すいません。